今回は全国駅そば名店百選を紹介します。たかが駅そばと侮るなかれ、元祖ファストフード駅そばは、各店ごとに美味しさを追求し、日々進化を続けている。各地の駅ごとにだしから麺の種類まで個性に富み、メニューもその時代や地域を反映しているのだ。 ところ変われば味も変わる駅そば話にしに舌鼓を打とう北は北海道から南は九州まで延べ2,000軒1万倍以上を食してきた著者が本当にうまいそばを厳選紹介北海道おといねっぷ駅から鹿児島中央駅まで日本縦断駅そば巡礼旅駅そばといってもホーム店改札内、内外可能 駅舎内、駅ビル内の分類があり立ち座りセルフ提供があってだしも関東風と関西風の境界線が存在してさらに薬味ねぎでさえも白と青緑の区別があるそして天ぷらに至ってはかき揚げ関東ではこれが常識でも具が各点で違う桜エビ、エビ天なんとさつま揚げまであって もちろん主役の蕎麦は千差万別有名店無名店チェーン店独立系個性派などを問わずとにかくまずは一番身近な駅の駅蕎麦に飛び込んで一杯注文したくなる老作以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。